中山競馬第11レーススプリンターズ・ステークス1200をシンプルグラフで解説していきます能力偏差値ですが B ランク3等 C ランク5等のレースとなりますそれではシンプルグラフへ切り替えますシンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています四角の中の数字は着順を表します黄色線は連帯目安で この黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります。下部にはコース情報を表しています。上部にはレース間隔を表しています。それではシンプルグラフにて評価上位馬を解説していきます。二重丸を打ったのは、5枠9番、アグリです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は今回と同距離の阪神1200にて、黄色線を4上回っています。3層前は黄色線を4下回っています。 4走前は阪神1400にて黄色線を5上回っています。5走前は3下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。丸を打ったのは3枠6番ママコチャです。過去5走の指数を見ていきます。1走前は今回と同距離の小倉1200にて黄色線を4上回っています。2走前は京都1400にて黄色線を2上回っています。 3層前は黄色線を9下回っています。4層前は11下回っています。5層前は11下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは7枠13番、ジャスパークローネです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は今回と同距離の小倉1200にて黄色線を6上回っています。2層前は今回と同距離の中京1200にて 黄色線を4上回っています。3層前は黄色線を36下回っています。4層前は14下回っています。5層前は2下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは7枠14番エイシンスポッターです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は今回と同距離の阪神1200にて黄色線と同じ指数になっています。2層前は黄色線を2下回っています。 3走前は1下回っています。4走前は23下回っています。5走前は3下回っています。評価できる上がり指数を見ていきます。1走前は黄色線上となっています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは、1枠2番、テイエムスパーダです。過去5走の指数を見ていきます。1走前は今回と同距離の阪神1200にて、黄色線を5上回っています。 2層前は黄色線を6下回っています。3層前は4下回っています。4層前は41下回っています。5層前は2 1下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒の星を打ったのは、一枠一番、ナムラクレアです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を1下回っています。2層前は10下回っています。3層前は今回と同距離の中京1200にて、 黄色線を1上回っています。4走前は今回と同距離の中京1200にて、黄色線と同じ指数になっています。5走前は3下回っています。以上、偏差値上位馬をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、一覧性を高めております。全レースの PDF の入手先は、 この動画の注釈にリンクがありますので、ぜひご利用ください。また、PDF ではオールバージョンの指数グラフも閲覧できます。この指数グラフでは、さらに高度なグラフ予想が可能となりますので、ご利用ください。